はい、さあそれでは続きやっていこうと思います。窓枠張ってからすげえ時間かかっちゃったな。昼間にさ窓枠張ってたんだけど夜になっちゃって、何やっとったってライブですライブやってて続きを今からやるって感じですね。で両サイドのね窓枠をね今からやっていこうかなと思います。よいしょ。まあ1枚ちょっとねこうやって切ってみてですね、まあ、前回と続きなんでやることは似たようなもんですけど、こう来てここはさすがに1枚でこうねいけるかなと思って、ここでエンドこうバチッと決めてやれば1、2で3枚目はまあこっちとこっちでね使えるんで、それでいきますか。でここのね部分もね三角のところがあるので、こちらもうまいことやっていかないとなって感じですね。では早速やっていきましょう。いや本当にライブ終わってその後ちょっと3人で話して今に至るって感じだな。夕方にもう一本ちょっと撮影できるんじゃないかなとかも思ったんだけど、ちょっとねうちのゆずと稲荷たちと遊んでたら、遊んでたわけじゃないな、洗濯物やったりご飯作ったりふにふにやってたらすげえいい時間になっちゃって、でああ疲れたと思って寝てたら、あ、ね、じゃあ疲れた全部終わってライブやる準備しなきゃなと思って椅子に座ってたら気がついたら寝てた。で王ちゃんに起こされるというビビった。まさか寝ちゃおうと、まあ、眠いとずっと思ってたんだよね。ご飯しっかり食べてねお腹いっぱいになっちゃってさ、やべえとか眠ってすげえ眠ってんだけどとか思いながら、まさか起こされるほど寝込んじゃうとは思わなかったわ。ここの角とかやりづらいね、こういう感じでね、こんな感じで一旦決めといてからここをパッチッと切って、ここもパチッと切って内側に折り込んでいく。よし、こんな感じ。よいしょよいしょよいしょと。でここはね後で切って処理しちゃうので、この辺だけ、まあここは後で全部一緒にまとめてやればいいか。でここのね裏側前回と同様なんですけど、こうねこすりつけていってあげればいいんじゃないかなと。 OK ね、こういうのちゃんとやってあるかやってないかだけでもまあまあ変わってくるんでね、見た目がね色味が違うっていうだけで結構ね変わってくるんで。でもよく考えたらあれだな、つや消しフィニッシュがだいぶ減ってきたな。いやでもまだあった気がするぞ、うん、こうしてふっとほこりを払ってここをピリピリっと。やっぱりでもちょっと休みが1日しかないのがたまにきついと思うな。たまにね、たまにそんなにまでは思わないけど、まあ何でもそうだけど慣れってあるからね。まあでもこうさ休みが1日しかないとか言ってもさ、本当にいやもうなんだろう、ある意味仕事によっちゃもう休みなんかねえよっていう人の方ね方いらっしゃると思うからね。特にまあまあ立場は違えどね、経営者の人だって特に休みなんかねえよっていうね人なんかすごい多いと思うし、まあそれを考えればね、まあまあ一日あるだけでもいいかなっつってやらなあかんこともできるし、もう平日休みってさ結構ねいいこと多いんだよね、空いてる。あとやっぱ市役所とかに用事がある時とかね、銀行に用事がある時とかはさ非常にいい。まあ一番いいのは本当に市役所だね。地味にあるじゃないやることって、市役所利用することってね。まあやっぱりどうしても平日じゃないといけないやることっていうのは、それは本当にいい、そういった面では。
あとまあどこに行っても空いてる、どこに行っても空いてるのはマジで嬉しい。ガラガラ。ただ平日で困ること一つ、休みがある。たまに木曜休みって言って、マジかーって感じになる。まあね、まれに水曜日もねお休みな時もねあるからね、まだいいんだけどね。本当に木曜休みの時はきついわ。って思う時ある。あるのよ、やっぱりね、行きたいお店で木曜休みのところとかね。まあ幸い自分が行くところなんて意外にも年中無休だったりとかねするところも多いんで、まだ助かってるんですけど。これどうなってたんだ。あ、こうなってたんだ。ここ二重になってるから、ここきっとこういう感じでこうやってやらないといけない。あ、プツっていった。ちょっとここ空気抜こう。空気がね、こう見てわかるかな、ここ空気入ってるでしょ、ここ空気が入ってるやつはここね、ちょっとこうちょっと切り込みを少しピッとこう入れてあげるだけでね、でここの今の穴を利用して空気を抜いてあげる。こうやってこっちから行って、こっちからも空気抜いてあげてってやると、ほらね、ちゃんと埋まった。 OK で最後ここだね。あ、首痛。いやー、でもなんかあれだな、ライブやるって皆さんとああやってねおしゃべりして、皆さんからね結構ああいう形で元気もらってるんでね、嬉しいですね。ライブ大変だなって思う時は意外と始めるまでがそんな感じで、意外とやった後はねすっきりしてるっていうのが分かってるから、すっきりしてるっていうか元気もらってこうなんていうか嬉しくてね、テンションが高まってるんで、いつもねライブ参加してくださってる方ね、ありがとうございます。まあその後二次会でめちゃめちゃ笑ってんだけど、よっと、ほらできた。ほっピッと。時間的に片側ぐらいしかできないかな。そうだね、今まだ10分も経ってないけど、こっから仕上げをしないといけないからね。ここをピッと、よいしょよいしょ。まあなんとかこいつが展示会に並べれそうだからよかった。ね、動画で今作ってたやつですよってね、新作ですよっていう感じでね置けるからよかったね。どう、ほらちゃんと貼れた。ということで、はみ出たところのね処理をしていきますかね。おーっと、メガネが当たった。ピーッとピーッと。窓枠とかのねモールドをね足してないんですけど、結局窓枠ね、最近モールドを足しをしないんですけど、窓枠の部分はやっぱりこういう風にねフィニッシュで決め込むと割と必要ないんじゃないかなって思ってるんですよね。ここも空気ちょっと入っちゃってるな。よいしょ。こんな感じで、よっこいしょ。つながってるかな、どうかな。こっちから行けば、あ、おし取れた。よっこい、こっちも上から、よしよしよし。
ね、いいじゃない。で、ここですね。ここも切り込んで、切り込んで、やれば、おっと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 、おい、オッケー、よっしゃい。はい、はい。で、ここの窓、この三角のところですね。ここも、とりあえずは取っちゃいましょう。取っちゃいましょう。取っちゃいましょうか。どうしましょうか。取った方がいいな。新たにつけた方がいいな。じゃないとなんか重なりすぎちゃってかっこ悪い気がする。よっと。で、こっちが。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ここから。ピーッと。ね。きれいに取れた。で、そうしたらここだけ特別でこうやってる。これじゃあちょっとさすがに小さすぎるから少し大きめに切るか。もったいないんだけどね。まあだけどこれはこれ用でちゃんとちょっと太めのやつを取っておくっていう感じにしておこう。こうやってね。これは窓枠用、窓枠じゃないや、あの A ピラのね、ここの三角窓用っていう感じでね、取っておいてあげよう。もったいない、もったいないんだよね。あー、めくれちゃった。いい、やっとこれで2枚分取れるわ。まあね、ケチれるところはケチっていきたいから。で、こういう向きか。してこう、ここのギリギリ、ここの壁でこうやってやってあげるか。あ、なんかなんかつまんだと、まあいいやん、うん、あ、ちょっと待って、ここっていらないよね、よう考えたらさ。サイ、あ、いらない、貼る必要なかった、よかった。うん、無断しちゃってねえ、無断しちゃってもったいない。お高いんだから、こちらこれ取っとこ。でもね、ここね、接着剤、そう、フィニッシュつけたらね、接着剤つかなくなっちゃうからね。よし、ということでできた。どうですかこれ、ね、ね、窓枠ができたよって感じがするでしょ。それでしょってね。で、これね、余ったやつはちゃんとこの中に、タムタムで買いました。タムって書いてあるけど、タムタムさんね、お世話になってるんでね、いろいろよくしてくださるんでね、ありがとうございます。タムタムさんは結構本当にいい店なんだよな、あそこ好きなんだよな。まあタムタム嫌いっちゅう人、まあそうそういないだろうな。そうそうね、ゼロとは言わないけど、品揃えはいいし、店員さんの接客もいいしね、うん、はい、という感じでね、できたよ的な感じでこうやって、これがサムネで、いいじゃないですか。入ってねえじゃんって感じがしちゃうけどね、入っとるように見えるよし、という感じで今回もね、つや消し黒フィニッシュでなんとかできましたので、で、次回はもうこれでどん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 組み立てていっちゃうような感じですかね。すいませんね、前回も今回もほぼほぼやってる内容が変わらなくてね、位置が変わっただけで申し訳ないですけれど、ちょっとさすがにね進めれないんで、今アシェットさんからもまだキットが届いてないからな。
やっぱりコロナ云々の関係とかね、いろいろあってどうしてもこのキットの届きが滞ったりとかね、たまにするんですよ。多分まあ届き方がね、ちょっと自分の方は違うんですね。やっぱりちょっとキット提供していただいてもらってるっていうのがあるんで、本来だったらあれ多分1ヶ月にドバってくるんじゃないのかな、どうなのかな、わかんないけど。ということで今回もこんな感じでございましたが、次回ね、ちょっとこっち側はもうさすがにね隠れてコツコツやっておきますので、また見ていただけたらと思います。よし、ということで今日はこの辺で、だまた。